おいや、どうも、IG でございます。本日なんですけども、ユナイテッドフラムに逆転っていうか、まあ負けてはないけど、とりあえず勝利だということで、まあ結構クソ試合だったっすけど、まあ最後の最後、我らがキャプテンブルーノが決めて勝利ということで、いやまあ正直負けを覚悟、引き分けを覚悟してた試合内容だったじゃないですか。いやだから結構嬉しかったですし、まあ久しぶりにね、サムネイル、僕の要件が当たるということで、まあ非常に気持ちよかったですし、いやもうほんと、いい試合ではなかったですが、昨日こういう動画出した後ですから、結構ね、ユナイテッドのチーム内雰囲気最悪そうですし、ブルーノが得点決めた後ね、テンさんの元行ってたかなとか、なんかいろいろ気になるところはありましたが、まあとりあえず、まあユナイテッド勝利することができたっていうのは良かったと思います。でね、あとブルーノが点決めて勝ったこともまあ嬉しいっちゃ嬉しいし最高なんだけど、まあ個人的に一番嬉しかったのはやっぱマグワイアお帰りなさいということで、まあちょっとね、今回の試合ではまあ最初の方、マグワイアの頭とその肩とか肘かちょっと忘れたけど、その辺に接触してまあ脳震盪を起こしてね、あらら大丈夫みたいな状況だったし、試合の途中もね、ちょこちょこなんかあれみたいな、マグワイアさんみたいなことはあったけど、普通に今日はパス冴えてたし、まあ、要所要所で、まあ、相手の攻撃を止めて、1920?2021 の頃のマグワイア、あの、頼りになるキャプテン、兄貴分マグワイアが帰ってきたような感じがして、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったですし、いやー、マジで今日のマグワイアっていうのは、まあ、スーパーだったんじゃないかなと思います。いや、ほんと、なんかあの頃のマグワイア帰ってきて、ブルーノがね、得点して勝つってなんかもう、2021というか、1920みたいな感じがしますけど、今、2223で、監督はね、天白なのにね、そんな勝ち方してていいのかとか、まあ、なんかそういうことね、いろいろ言いたいことは、てか、まあ、天さんに言いたいことはもうね、めちゃくちゃありますから。結局勝ったけどね、言いたいこといろいろあるから、まあ、前半後半、まあ、試合全体のことを振り返って、まあ、選手たちのこと話して、まあ、今日は終わっていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。で、まずはスタメンから振り返っていきましょう。キーパーはオナナ、左からダロット、エヴァンス、マグワイア、ワンビサーカー。そして中盤はエリクセン&マックさんとなっており、2列目は左からガルナチョ、ブルーノ、アントニー。そしてワントップ、ホイという布陣でございました。まあ、正直このスタメン発表見たとき、ふざけてんのがハゲと思ってしまいました。まあ、正直、アムニーとかマウント、前回の試合、まあ、悪くなかったじゃないですか。アムニーはね、結構意見分かれる気がするんですよ。まあ、ロスト多いからね。ロスト多いから、まあ、人によって意見分かれると思うんだけど、まあでもアムニーは守備範囲広いし、攻守ともにすげえ頑張ってくれるし、特に攻撃面、くさびっぽをね、打ったりとかそういうのはないけど、まあ積極的にオフザボールで違いを作ってくれたり、ウィンガーが困ってたらね、サイドバックが本来やるような役割とかをガンガンアムニーやって、まあ攻撃を活性化させてると思ってたから、アムニーがベンチで、まあ最終的に今回の試合出番がなかったっていうのはめちゃめちゃ意外でしたし、まあエヴァンスをね、マンチェスターダービーでスタメンに起用したのは戦術的理由、まあ足元がね、エヴァンスの方がいいからっていうことみたいなんですが、まあ、賞味、そのエヴァンスの足元が、まあ、バランの守備範囲、守備力を上回るほどね、めちゃくちゃいいのかっていうと、そういうわけじゃないのにさ、なんでエヴァンスをスタメンで使うんだとかさ、まあ、マックさん、ガチャによっては得点決めてくれるけどさ、ここ最近ちょっと格変が起きてて得点決めてるだけで、まあ、それ以外良かったかっていうと、まあ、守備範囲も狭ければやる気もないし、もうなんなんみたいな感じだったのに、マックがスタメンっていうのは結構びっくりしたし、マウントとかアムニーとかもっといい選手いるはずなのに、なんでこんなことになってんのかなって、なんかスタメンの発表の時点でもう結構終わったというか、テンさんこれもう何解任されたいのみたいな、なんかそういういろんなことがね、思ってしまうようなスタメンとなっておりました。で、給食王子はね、あ、飲み会王子はちなみに飲み会に行ったことに関してはね、テンさんと話し合って、まあ、誤り、選手と監督の間で解決したということですから、まあ、その辺のテンさんとの関係性は問題なさそうということでした。しかしね、練習で給食王子は、飲み会王子は負傷してしまい、今回の試合はベンチ外ということだったみたいです。いや、なんか、結局、飲み会やって影響はなかったはずなのに、最終的に練習で怪我するっていうことだから、結果的に飲み会に行ったことはまずかったんじゃねっていうオチになってて、なんかちょっとそこは笑えないというか、まあ笑えないような感じはしました。てか、マジで、バランベンチ問題。まあ、今回の試合もクローザーみたいな扱いだったけど、シールのためにね、温存してるって言うんだったらば、まあ安心できるっていうかね、チャンピオンズリーグの時にスタメンだったら、あ、なんもないんだなって思えるけど、もしかしたらで普通にテンさんとバランバチバチな可能性あるよね。ちょっとこの辺ね、結構テンハグと選手たち気になるところが多く、まあこの動画でね話した通り、まあアスレティックの情報だとまあバラバラということですから気になること多いですが、まあとりあえずね、その話はもう昨日の動画でしたので、試合の内容入っていこうと思います。まずは前半はね、なんでこいつがスタメンなんだよみたいな、そういうことを思ってたら、セットプレーからいきなりマックさん得点決めてね、あ、いきなり俺手のひら返ししなきゃいけないんだ
と思いきやオフサイドによって取り消されることとなり、まあそれ以降明確なチャンスがあったかっていうと、まあなかったんじゃないかなと思います。てかまあ本当言ってしまえば勝ったけど内容前半もひどかったよね。オフサイドで得点消されちゃったマックさんは意外と良かったのよ。なんか謎にパスも冴えてるし、なんかドリブルで進んでね、パスで散らしてとか、なんかなんでマックなんだよって思ってたら、なんかいい感じの活躍してて、こんな感じのコンディションならマックスタメンに選ばれるわっていうのを証明し、まあ脳震盪起きたマグワイヤーはね、大丈夫なのかっていう局面ありましたが、普通にロングフィードとかも冴えてたし、まあ守備面での活躍も素晴らしかったから、この二人は割と良かった印象です。けど、それ以外は全体的に良くなかったですね。まあガルナチョ、アントニー、ホイルンドのこの頑張ってくれる若手3人も、まあアントニーはって感じだったし、ガルナチョもね仕掛けてはくれるけど全く抜けないし、まあホイホイも頑張ってはいるけどって感じだから、3人とも微妙だし、特にブルーノとか、まあ、今回の試合勝たせてくれたから良かったものの、前半はマジでひどかったね。ひどかった。マジで雑なパスが多いし、なんか怒ってるし、なんかいい加減にしろっていうか、お前マジで何なのみたいな。今日のね、前半のブルーノに関してはめちゃくちゃムカつくぐらいひどかったよね。だから、全体的に選手たち悪かったから、まあ、後半になったら、まあ、いきなりメンバー、ほぼほぼ、まあ、マックス変えれるなら変えて、始まるのかなっていうぐらい、前半は全体的にひどかったと思います。でね、後半ね、まあ前半がひどかったからメンツ変えるかと思いきや、まあ誰も変えずスタートということで、前半もなかなか地獄ですが、後半もねかなり地獄となっており、まあ基本的にねフラムがボールを持ち続けて、まあ攻撃しまくる、チャンス作りまくる、オナナが頑張る、マグワイが跳ね返すっていう、なんかもうドン引きカウンター戦術なら、まあ戦術的で OK ですって感じだけど、まあ普通にフラムに圧倒されてましたね。まあ正味いつ得点されてもおかしくないなっていう展開が続いて、俺はこの後半の試合見てるとき、ユナイテッドこれ敗北ムード来てるじゃんみたいな、あ、これもう完全に負けるわみたいな、なんかそういう風に思ってたのが懐かしいです。でね、まあ今回の試合めちゃくちゃひどかったアントニーは、まあ普通にペリペリと交代し、まあペリペリ入ってきてね、ペリペリもね、まあ頑張ってました。頑張ってたけど特に大した活躍はせず、うーんっていう感じで、まあただただ攻められ、チャンスはたまにあるけど決まんないよねっていう感じで、ずーっと悪い時間が続いておりました。で、流れが変わったのはやっぱマウントが入ってきてからですね。マウント素晴らしいね。マウントが入ってきてくれたことによって、攻守ともに動き回ってくれますし、まあ技術力が高いですから、ガンガンね、攻撃が回るようになり、まあ相手ディフェンダーもね、疲れたのか、まあガルナチョがね、仕掛けてもガンガン抜けるようになり、なんか攻撃面でね、ガルナチョが脅威になって、まあ割と今回の試合、今ずっとひどかったよ。全体的に見るとひどいんだけど、まあいい感じに攻撃をすることができ、マウントさすがっていう展開となりました。で、そのマウントが作り出した空気のまま、ブルノはね、最終的に得点を決めてくれて、最終的にそのまま逃げ切ることができ、1対0でユナイテッド勝利することができました。いやー、なんかもう本当ここ最近の勝ちパターンって全部これだよね。90分間基本的にひどくて、まあ最後のラスト5分とかもうなんかアディショナルタイムで、まあ、ギリ勝ったりとか引き分けになったりとか、なんかそのような感じの勝利ということでございました。いやー、本当なんか全体的に振り返ると、なんかこの試合この感じのねサッカーをするならば、テンさんロナウド必須だったんじゃないですかって思いました。まあ、正直ね、ホイ頑張ってましたよ。ホイ頑張ってたし、ホイとかアントニーとかガルナチョが前線にいるおかげで、まあ、ラッシュフォードがね、いなかったら成し得なかったプレスができてたっちゃできてた。できてたっちゃできてたけど、まあ、それがね、90分間通してできてたかっていうと、そういうわけではないので、結果的にそれならプレスせず、ロナウドをうまく使うみたいな感じでもいいじゃんっていうサッカーだったよね。ブルーノのあの、雑すぎるパスとかを許すんだったら、テンハグではなく、まあ、スールシャール、ないし、崩壊したラングニックさんとやってること変わんなかったから、この動画で話した通りね、ロッカールームと選手たちとね、テンさんの関係っていうのは結構きつい状況らしいっていうのがあるから、テンさんはいろいろ仕込んでね、あれやれこれやれって言ってるけど、まあ全員が無視してるって可能性があるから、一概にね、テンさん悪くねとは言いづらいけど、擁護はできないぐらいの攻撃戦術、守備戦術だったんじゃないかなと思います。まあ、プレスやるならね、90分間やってほしいし、もう選手疲れたな、無理そうだなと思ったら、さっさと交代してほしいよね。で、あと、エヴァンスをね、足元がいいからっていう理由で出してるのかもしんないけど、エヴァオジよりも絶対バランの方がいいよね。エヴァオジもさ、別に今回の試合ミスとかはしてないよ。特になんかエヴァンスもふざけんじゃねみたいな
話はなかったけど、エヴァンスの足元の技術のおかげで助かった。最高エヴァンス、わぁ、ない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 。普通に、それだったら、バランがセンターバックにいてくれた方が、まあ、守備の安定感増すっていうか、守備強度が上がるから、その失点の可能性が減る、イコール負ける可能性が少なくなるわけじゃないですか。だからどう考えても、エヴァンスよりバランの方がいいんで、バランを出してほしいなと思います。まあもちろんね、チャンピオンズリーグに向けてね、温存してるって可能性があるから、まあ全然ね、バランを冷遇してるっていうわけじゃない可能性もあるんだけど、いやでもさ、みたいな、まあ前半45分バラン使って、まあ後半からエヴァンスとか、まあそういうのでもよかったわけじゃん。だからなんか、って感じです。で、あと、まあマウントがね、完全に流れ変えてたんで、ブルノがひどい時とか全然あったし、なんなら後半の頭からブルノを下げてマウントでもよかったんじゃない？まあもちろんね、ブルノがいたから今回の試合勝つことができたっていうのはあるんだけど、いやマウントが後半45分間出続けてた方が、まあブルーノがね、土壇場で得点するよりも、まあチャンスは増えただろうし、普通に勝ってたっていう可能性もあるから、なんか俺は後半からマウントで良かったんじゃないかなって、まあブルーノ決めてくれたけど、思ってしまいます。それぐらい今回のブルーノ、あんま良くなかったよね。あとはやっぱ交代遅いよね。遅い。見限るの早くてよかったんじゃない？全体的に。アントニーも前半もひどかったし、なんかマンチェスターダービーでさ、なんかね、あんなことやってからなんか悔しくてね、こっからいろいろやってくれるかと思ったら、っていう感じだし、バイブスもなんか結構持ち味の一つっていうかさ、守備意識の高さ、闘志みたいなのがなんかアントニーの売りというか良さみたいなところあったけど、なんかそういうのも見られなかったし、ボールキープもねめちゃくちゃやってくれたかっていうと、なんか今日は全然キープしてできなかったような感じがするから、なんかなー、アントニーどうすんのかなーって思っちゃいましたね。まあそんぐらいかな、試合全体として。やっぱ戦術はないけど、この戦術がないのは選手と監督のね関係が終わってるからっていうのが理由の可能性もあるし、点差の引き出しがね少ないからっていう可能性もあるのかなと思いました。まあ本当ああいうサッカーやるんだったらね、ロナウドいてよかったみたいになっちゃうから、まあ個人的にはね戦術仕込んでほしいとずっとずっと思ってるし、多分ねどの動画でも俺ずっと言ってるけど、まあ実現しないということですから、まあ俺の中ではもう点差と選手の関係っていうのは終わってて、点差がいろいろ言うけど選手たちはガン無視という状況なんだと思います。だからこそプレス頑張ってた組、まあホイとかねアントニーの活躍を、まあ前線の選手ですから点決めてなんぼだからね、褒めたくはないけど、彼らのような頑張ってくれる選手を使って、まあ、チーム全体で勝っていくサッカーをもうゆっくりゆっくりやっていくしかないのかなと思いました。まあ良かった選手、悪かった選手の話行こうと思います。でまず良かった選手から行こうと思います。良かった選手、まずはマグワイヤーということで、マグワイヤー、いや嬉しいね本当に。いや俺もう本当さ、2122かな、マグワイヤーがぶっ壊れてたシーズン、いやあのシーズンのせいでさ、マグワイヤークソバカにされてたじゃん。いやだから悲しかったんだよね、悲しかった。だって1920とか2021とかさ、完全にもう我らがキャプテンというかさ、いや、マグワイヤー最高の選手の一人だったじゃん。なんか俺たちがさ、自虐する分にはいいのよ、マグワイヤーに対してね。そうじゃない、なんか90分間もほとんどマグワイヤーのこと見たことのないようなやつがさ、なんか悪いシーンだけ切り取ってね、まああれだけね、悪いシーンが切り取られるぐらいあるっていうのもちょっとまあファニーな話ではあるんだけど、かっこよかった頃の、なんか俺たちが大好きだった頃のマグワイヤーが帰ってきてくれて、なんかすごく嬉しかったし、あの活躍をね、続けてくれるのであれば、まあ依然としてね、売却候補であり続けているっちゃいるんだけども、まあ悪くないというか、まあ、今シーズンいっぱいはまあ選手が揃うまでマグワイヤーいてくれたらめちゃくちゃいいのかなと思いました。まあテンさんもね、なんかハイプレスやるみたいな、そういう感じじゃないんだったら、もう籠城サッカーするんだったらマグワイヤーの存在っていうのはかなり強くなると思いますし、まあ堂々とねイングランド代表に選出されて、まあ活躍してってくれたらいいんじゃないかなと思います。でね、もう一人良かった選手はオナナということで、オナナ PK 止めてからね完全に自信が戻ったのか、もうほんとスーパーセーブ、ビッグセーブの連続で、いやもちろんね、パンチングでね、あのボール弾くところちょっとあんってところはあるけど、まあそんなことは置いといて、オナナが止めてまくってくれてたから、まあ今回の試合、まあクリーンシードと終えることができたということですので、本当にオナナには感謝したいかなって感じです。まあもちろんね、文句が全くないかっていうとそんなことないよ。デヘアキャノンと変わんなくないっていう精度のロングフィードとかもちょこちょこあったから、あーってことはあったけど、でもオナナが止めてくれたからクリーンシードだったし、まあまあまあ、そういう足元の技術とかもね、自信を取り戻してくれる。ないし、受け取り側もね、別に上手いかっていうとそういうわけじゃないから、いやでもね、たまにひどいパスはあったけど、まあ、受け取り側にもね問題があるような気がするから、まあ、ともかくセーブで自信を取り戻して、あとは足元の技術も自信取り戻して、まあ最高の状態に戻ってくれたらいいんじゃないかなと思います。とにかくオナナ最高潮ウェイヨーって感じでした。で最後良かった選手マウントということで、マウント、いや最高だったね。技術高い選手好きでめちゃくちゃ頑張るから、もう本当もう大好きなんだよねマウント。いやマジでもっと見たい。いやてか もっと試合出てくれ。テンさんマックより絶対いいから、マウントの方があんだけ攻守ともに
頑張れて上手くてね。いやもう明らかにマウント帰ってきて良くなったの分かったでしょ、テンさん。いやでもね、テンさんそういうの見てもなかなか変えないっていうか、いやでもまあマウントの投入によってね、攻撃の流れ良くなりましたから、マックもさ、なんつうんだろう、ブレントフォード戦で2得点決めてからなんかスタメンで起用されるみたいな、そういう感じになったし、多分マウントが流れを変えたってことは多分テンさん分かってると思うから、まあ今後はね、マウントがスタメンで試合に出てユナイテッドを引っ張ってってくれたらいいんじゃないかなと思います。マジでマウント試合に出てくれ。でも別にマウントがどうこうできる問題じゃないから、俺がね出てくれ出てくれ言っても、いや俺も出たいっすよみたいな感じだと思うけど、まあまあまあ、まあ練習でねうまく媚び売るなり、いろいろとやってくんねえかなと思います。マジで次の試合もベンチだったらマウント絶対ハゲいじりしてたっていうことになると思うから、って感じだね。で、まあ、微妙だった選手の話していきますと、一人目はやっぱアントニーかなと思います。アントニー。アントニー今日何してたんかね？マジで今日の活躍だと、まあ一応ミリオンボーイっていうことになってるけど、まあ普通に、まあ1000万ユーロないし2000万ユーロぐらいのレベルの選手。下手したら3桁級の選手みたいな活躍だったよな。まあもちろん右サイドのブルーノよりね、全然マシ。いやでもなんかあんまり別にそんな変わんねえな、今日のアントニーは。いやなんか今日もうものすごく不調で、どうしたっていう感じでしたね。なんかやる気、守備意識が売りなのに、ん？って感じだったから、ちょっとアントニーにはなんかもうハテナマークというか、テンさんが連れてきた選手だから、まあアントニーがね、テンさんと仲悪くなるみたいなことは多分ないと思うんだけど、なんかあの不調の感じを見ると、他の派閥の選手たちと喧嘩したりとかなんかあったのかね。なんかそのいろんなことが勘ぐりたくなるレベルで、アントニー今回ひどかったから、ロッカールームのことがまあアスレティックに取り上げられてて、なんか今むちゃくちゃみたいな感じだから、なんかアントニーは今結構大変な状況にいるのかなっていう感じでした。で、もう一人はマックさんということで、マックさん。前半の最初の方にね、オフサイドになって結局得点は取り消されてしまいましたけども、まああの得点は見事だったというか、まあ実際あれはね、得点だったと思うから、まああれは誇っていいと思うし、前半のうちはねパスも冴えてたし、まあドリブルとかも良かったから、まあスタメン発表でねマックがいた時俺はめちゃくちゃ泣いたけど、スタメンに選ばれるのは妥当かなっていう活躍でした。しかしね、後半はね前半良かった点が全く見られなくなり、ちょっと微妙ということでしたので、マックさんいまいちだなっていう風な結論に至ってしまいました。前半の活躍をね後半もずっとやり続けてくれたらいいんだけど、なんで継続できないかね。体力がなくなってたって可能性もあるから何とも言えないんだけどさ、その辺は交代しろって話だからね。でもなんか前半良かったはずなのに、後半のパフォーマンスのせいでいまいちってなるわけですから、もうちょっとなんか継続性持っていろいろやってくんねって感じです。で、まあひどかった選手、まあ最後ブルーノかな。まあもちろん得点決めてくれたしね、いいじゃんっていうのはあるけど、マジで今日の試合雑すぎ、嫌いになりそうだったもん。このユニフォーム、なんならブルーノのユニフォームなのに、普通にブルーノのことが嫌いになりそうなぐらい雑なプレーが多かったしね。なんかもうほんとダメそうな時、いやもうなんか最後決めてくれたから多分ね、天さん的にもう多分ブルーノをね途中で交代させるっていう選択肢は多分ほとんどないんだろうけど、もうちょっと他の選手信頼してほしいっていうか、明らかにダメな時にさ、エリクセンとかマウントとかいるはずだから、ちょっとテンさん、ブルーノに対する扱い、まあ、今回ね、また勝たせてくれたから、扱い難しいと思うけど、ガンガン交代させてっていいんじゃないかなと思いました。まあ、以上、こんな感じかな。まあ、前線の選手たち、まあ、最後ガルナチョはね、脅威になってたけど、まあ、最後以外は特にバットしないし、前線の選手たちがね、マジで空気だった。前線の選手の質も足りてないし、テンさんがね、結局何がしたいのかっていうのも、まあ、今回の試合でもよくわかりませんでした。だから、勝ったとはいえ、まあ、喜びづらく、まあ、相変わらずね、チャンピオンズリーグだったり、まあ、これからね、リーグ戦だったりが不安になる内容ということでしたから、ザッサン曰くね、ワンワンミーティングを行う予定ということですから、徐々にねワンワンミーティングしてって、まあ全員とミーティングを終えて、そのミーティングが成功し、選手たちチーム全体にね団結感ができて、まあラットクリフさんの買収が決まって、まあポールミッチェルさんの改革が始まって、冬の移籍市場でさよならな選手とはさよならして、新しい選手を迎えて、まあシーズン後半巻き返してってくれたらいいんじゃないかなと思いました。まあともかくラットクリフさんが来るまでワンワンミーティングが実施されてるかどうかわかんないけど、まあ何かきっかけでね、チームがまとまるまでは、とりあえず今のようなサッカーでいいから勝ち続ける。これが大事だと思います。マジでこのまま勝ち続けないと、結構もうベスト4争いとか、なんて言うんだろう。そうだね、チャンピオンズリーグ出場権争いとかも多分どん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 離されてって、もうほぼほぼ EL が確定だよねっていう状況に、もう早い段階でなりそうだと思ったから、マジで、とりあえず今はもう耐えて、とりあえず勝ってくれるサッカーやってくれればいいかなと思います。なんかいろいろね、文句言ったくせに最終的な結論はそれかよと思うけど、結構このプレミアリーグの順位表を見ると勝たなきゃいけないというのはよくわかると思いますから、まあ内容が良くなることが一番いいし、内容が良くなってって勝つが一番いいけど、多分ドレッシングルームだったりクラブがね大変な状況というのは分かったから、まあとりあえずいいから勝ってくれ、もう本当それだけかなと思います。まあとりあえずそんな感じで今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の指導後でお会いしましょうってことで、ワイヤーチチ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